もうそこまで言っちゃうと厳しい言葉も、うん、本当に言っちゃよかった、うん、撮影初日にどうしてどうしてそんなに違うのどっちが本当って言われたのがバカにしてますよね。いや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 、いや俺はね本当ね、あのまゆちゃんの喋り方大好きなの皆さんね、もう川北さんがリーダーのような感じで、うん、撮影されてらっしゃったかもしれませんけれども、うん、今回その、まあ、今ねクールな役どころとお話も伺いましたが、はい、お聞きの通り哲也と桐生、はい、これ全く違うタイプの男性ですよね、うん、はい、川北さん、はい、もし実際に役の中でですよ、はい、哲也か桐生選ぶとしたらどちらがいいですか。桐生さんがいいです。早いですね早っ早いよ。ごめんなさい、ね、ありがとうございます。いやだってすごいてっちゃんチャラいんですもの。てっちゃん何がうーってやめてよ。ちょっとチャラくないっしょ。久松さんもやっぱりそう思われますか。思いました、ドラマ見てて、ね、ちょっと桐生さんの方がいいですよね、うん、ちょっと監督言われてますよ俺監督早かったですね。早かったですね。監督はもういかがですか、こう川北さんの回答を聞いて。いやなんか本当にそう思ってると、いや僕はもう本当に徹夜一筋と思ってましたからね。え、そうですよね。こんなに桐生ってすぐ言うと思わなくて、ちょっと映画作り直した方がいいかな今から始まるのに、はい、でもやっぱ女子的にはね、やっぱいやお前、お前女子じゃねえだろお前女子じゃねえだろああ違いました、お前女子じゃねえだろ。いやみんなで話したらやっぱ一途がいいよね。そうなんです。え、上野さんは、上野さんは、私も桐生さんです。おい、マジか。やっぱり一回でも、まあ他の人に行く人は絶対もう一回でも浮気する人はずっと浮気続けるんだよ、うん、そうね、主で喋るのだけやめてもらっていい。女子トークの主で喋るのだけやめてもらっていい。ガールズトークみたいになっていますね。やめてよ。ちょっと徹夜役の水野さん、そう言われていますけれども、いや非常に悔しいですよ ね、 それはね。いやでも、まあ、多分この中の皆さんも、いや本当に徹夜チャラいって思ってる方多いと思うんですけど、うん、ちょっとドラマではね、はい、なんかこう誘われたらそっちにちょっとフラって行っちゃったりとか、ね、なりますけど、マジ見とけよ本当に映画版、ね、映画版、確かに見とけよ本当にっていう思います、ね、なるほど。いやでもちょっと怪しい時もあるからね。怪しくないよね、うん、怪しいですよね。かなりこのチームは女性が強いのかな。味方いないですもんね彼ね、一人ですよ僕今、うん、逆に哲也がこうね、あの玲子さんから追いかけられるという一途に、ね、思われてると思うんですけれども、うん、はいはい、まあ、すれ違いもドラマでたくさんありましたが、うんうん、こういう白鳥玲子みたいな女性はいかがですか。あ、ごめんなさい早いですね今お断りだったんですお断りいやいやいや、ダメですか。役でしょ。役ですよ。白鳥玲子、やっぱり振り回されるとやっぱ大変じゃないですか。ああ、徹也相当振り回されましたね。いや私もうちょっと考え方がやっぱりちょっともうスーパーポジティブすぎてやっぱりその超越してる部分があるので、やっぱそういうことをやられてしまうと僕はやっぱ本心だと思ってしまうので、あ、なるほど、大変だろうなと思いますね。あ、そういうことで、うん、これちょっと前代未聞じゃないですか、お互いが選び合わないっていうまさかの、ね、ヒロインと、ね、主人公同士なのに。本当ですよ。違う、あなたが最初に否定したんだよ僕を。本当最悪です、ね、川北さんは白鳥玲子を演じられてみて、はい、自分とのこの共通点ですとか逆に違うっていうポイントなどはありましたか。なんか共通点が多すぎて、多分そこから始めちゃうともう時間が足りないので、あの似てない部分は、でも結構似ちゃってるよね。料理じゃないですか。ああ、そうだそうだ、はい、料理が下手くそなんですよ玲子さんは、はい、でも私はちゃんと料理します。お、はい、川北さんは料理をされると結構いろんな、もう頻度も、はい、はい、結構普通に作ります。得意料理はお聞きしてもいいですか。得意料理はナスの、あのなんで笑ってるの。ナスキャラじゃないでしょうナスの家庭的な出すのね。アピール、アピール。なんかひたひたのやつ、ひたひたのやつ。ひたひた系のやつ。和食ですね。そうですね。はい、おひたし、そう、ナスのおひたし。あ、いいですね。これでも好感度上げるんで皆さん書かないでもらって。そうだよ、絶対違うでしょ、ほんと。メロンと生ハムしか食べてないでしょ
それ作ったうち入らないからでも本当に和食で出汁から取ったりとかするんだよね。そうなんです。ちゃんと作ります。じゃあそこはちょっと麗子とは違うというところですね、はい、大変残念ですが舞台挨拶終了のお時間が近づいてまいりました。最後に川北さん、水野さん、小林さんにメッセージをいただきまして終了とさせていただきます。それではまずはマイク行き渡りましたかね、小林さんから一言挨拶を、はい、よろしくお願いいたします、はい。皆さん、本日はお越しいただき本当にありがとうございます、今日から、公開ということで、この白鳥麗子でございますの世界に、僕も新たに参戦しました、皆さんに、笑顔になってもらえる作品になっていると思うので、ぜひ楽しんで、見ていただけたらなと思います、白鳥麗子でございます。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして水野さんお願いいたします、はい。まあ、この作品は本当に笑って泣けて心が温かくなるようなそんな素敵な作品だと思いますので、ぜひ皆さん今日それを受け取ってほしいなと思います。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは最後に主演の川北さんよろしくお願いいたします。はい、皆さん今日はお越しいただき本当にありがとうございます。ドラマから引き続き壮大なスケールの白鳥麗子でございますを楽しんでいただきたいなと思っています。ぜひぜひ1回見ても楽しいし2回見ても3回見ても4回見ても5回見ても楽しいので何回も何回も見てほしいなと思います。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。なんですいません、ね、なんすいません、それでは残り惜しいですけれどもキャストの皆様にご退場いただきます。皆様もう一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。